サックスブーン。ちょっとこのおもちゃ欲しい。クッソプレミアついてるで。ガーン。これはサックス風のおもちゃ。テレビ番組、サテナイトショースターリングシミーファローね。ゲストのジャック・ブラックが演奏したことで話題になったな。ちなみにジャック・ブラックはスクールオブロックなんかで、結構馴染みのある方も多いんやないかな。あの人だったのかよ。これはもともとジャックさんの昔の持ちネタらしく、番組側がせっかくなんで用意したみたいやな。これって本当に増えてるの？ボタンを押すといくつか演奏パターンがセットされてて、それをリズムよく押すだけのおもちゃみたいやな。これがネットで非常に話題になり、このシーンでマットを作る人が続出した。みんなも見てみてね。